皆さん、こんにちは。今日もですね、林千佳さんをお迎えしましてですね、世界は今どうなっていると、そして今日はですね、特に、今月の一番大事な、もう日本にとっても大事な行事といえる、5月31日ですね、こういうものについて、中心で先頭になってやってもらっている林千佳さんからも、いろいろ意義とか、ね、背景とかその他いろんな問題をちょっとお話を伺いたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。はい、ということなんですけど、はい、早速なんですけども、5月31日の話を今日重点にいきたいと思いますが、はいはい、これ見ていただくとですね、はい、国民の力ですね、はい、国民が主役、はい、で3発目の原爆を阻止、はいはい、これは一つのスローガンですね、はい、で厚労省全職員に直に声を届けるというところが狙いです。はいはい、後で詳しくお話します。で史上最大ですね、ラリーにしようということです。皆さんに拡散していただきたい、はい、でオール日本、はい、社長のおっしゃられているオールジャパンですね、はい、オール日本で世界と連携、はい、実は同日ですね、スイスで、はい、国際的な反 WHO 大会が31日6月1日と行われててですね、いいですね、それと連携して、はい、この夜間の部の、うん、連携してて、スクリーンでお互いに対話しながらやります。スカイプとかズームで、はいはい、ジュネーブでですね、はいはい、5月31日、うん、正午ですね、午後0時、はい、正午に開場します、はい、これ時間繰り上げました、はい、で9時頃まで開場をやっておりまして、はいはい、いい未来、うん、ゴーサイン、はい、ゴーゴーというふうに、はい、いろいろ考えてはい、覚えやすくね、はい、そういうことです、はい、で大決起集会が日比谷公園、はい、大音楽堂、いわゆる野外音楽堂 で、はい、ですね、午後1時から3時ですね、はいはい、で夜間の部は、はい、6時から8時半やってます、はい、でパレードでも、これが言葉遣いを今回変えましてですね、はいはい、デモだけではなくてですね、はい、より広くですが、ね、実はですね、シュプレヒコール型も OK だそう、はいはいはい、だからよくより広くね、家族連れで、はい、例えばピクニック的な雰囲気でもいいかという問い合わせがあったので、はい、それもウェルカム、そういう子供たちもね、そう来てました、ウェルカムということで、はい、パレードデモって言い方をしまして、パレードいいですね、はい、途中参加離脱を、はい、あんまりデモって言わないんですね、海外ではね、海外でパレードっていうのが多いですよね、パレードが多いですね、はい、はい、で出発地点が厚労省前、はい、日比谷公園ですからね、はい、厚労省前から、ね、これが次はミソなんですが、はい、西銀座通りってことを前言いましたけど、実は、はい、終着の梶橋の交差点から、はい、梶橋ですね、はい、右をちょっと見ると、はい、明治製菓ファルマね、何か皆さんお分かりになる人は分かると思いますよね、はい、これは酵素の設定がすごく、はい、天命でですね、前回は出発地点が、はい、池袋の、はい、巣鴨プリズナーと、はいはいね、そうでしたね、今回は厚労省前出発で、はい、明治製菓ファルマ終着と、はい、これね、偶然なんですけども、うん、これすごく明治の方はちょっとね、私もびっくりしましたけど、聞いてね、これ意義深いですね、はい、WHO から命を守るという国民運動ですね、これなんですよね、メインね、本当にね、はい、命を守るっていうことなんでね、はい、これはもう本当に右も左もイデオロギーっていうよりもね、はい、基本的なものですよね、これね、はい、右も左もない、これです、はい、これに脅かされてるわけですからね、はい、そうなんですよね、はい、で、はい、後で言いますが、はい、日本政府はこれを国民に落とす側です、はい、なってますね、そうなんです、準備してます、経団連も国民に落とす側です、はい、そうです、医療界も国民に落とす側です、そうです、はい、メディアも国民に落とす側ですね、うん、残念ながらね、そういうことですね、ということを我々国民は強く意識しなきゃいけないと、はい、どういう政府かってことですよね、はい、これね、はいはい、で、じゃあちょっと背景の話をしていきたいと思いますが、はい、ちょっと戻ります。一番の直接的な、うん、この源は、うん、これ前やりましたけど、うん、ダボス会議で、はい、テドロスが、はい、今日もちょっと気をつけながら発言していきたいと思いますが、はい、ね、最近私2本やられまして、私絡みで、やりました削除、はい、もううのめたかの目で見てますからね、はい、ディディーズ X、はい、致死率20倍って言われてますね、大丈夫ですね、この辺はね、すごいですよね、はい、でこれは大丈夫かな、パ協定ね、うん、だからパ協定だと、これははっきり、うん、テドロスが今年の2月、うん、言っていたわけですね、はい、で狙いはこれですね、うん、
彼らは残念ながらやはりまだ猿だと思ってます、うん、誰よって、うん、我が大和民族、はい、そうです、ということですね。で、原子爆弾ですね、これはどういうことかということですが、これはあのアルカディアでもやりましたけども、うん、そもそも第一次大東亜戦争で、うん、今我々は第二次大東亜戦争に突入しています、うんうん、第一次大東亜戦争で、原爆を二十数発日本に落とす予定でしたが、その根拠となっているのが1944年、うん、9月の、まあ、これ前お話ししましたけども、うん、チャーチルとフランクリン・ルーズベルトの合意で、フェンナー・ボム・イズ・ファイナリー・アベラボ、原爆が完成した暁には、うん、It might perhaps after much consideration、うん、熟慮の上に Be used against the Japanese、 ヤマト民族に落としていいだろうですね、うん、Who should be one that this bomb、 原爆投下は繰り返されると、これ軍事計画上二十数発、一、うん、月三発、そうでしたね、で、彼らが降伏する前というかもう絶滅してしまうんですが、これがこのままここが、はい、V のつくね、うん、英語だと V のつく、日本語だと和から始まる4文字が入るわけですね、はいはい、ということを我々知らなきゃいけないということですね、うん、で、それが、うん、技術は海外から入れて日本で作られているということですね、うん、これが原爆投下に塔に備えてスタンバイしている、うん、マルクチン工場ですね、うんうん、で、このスタンバイについては、うん、このゲイツさんがね、うん、この22年4月に、全世界に向けてメッセージを発しているわけですね、でここで人口削減と、うん、人口削減はかなり言っちゃってるんですよね、ストレートにね、これは YouTube 的にかなりまずかった、いや大丈夫ですかね、で言ってることですから大丈夫ですかね、はい、あのいい悪いじゃないですから、はいはい、で問題はこの遺伝子、はい、マルクチンですね、これはもうここ 数年で、うん、数十万人の、うん、超過死亡と、うん、日本だけね、日本世界一ですね、うん、でそれに比べて、それに以上にまずいのが自己増殖する、うん、レプリコンが言っていいんですね、あそうですね、今度やってるレプリコンですね、はい、それがレプリコンがこのこれも言っていいのですかね、はい、お菓子の明治グループで作られてるわけですね、はいはい、とか VLPT という会社で、ね、ここで、開発されたりとかね、他の生産フローの各工場を越え MRN ですね、はい、日本でも配置されてるということですね。そうですね。で、レプリコンは世界で日本だけです、うん、承認して、ね、これね、他の国はありえない話です。で日本だけ治験が始まっていると、うんね、首都として、はい、はい、すでに始まっていると、で来年あじゃないや、うん、今年の秋から打ち始めるんですね、はい、で来年の全て体制が整った後、うん、来年の6月頃からが、うん、本格的な原爆投下と言われてます ね、 そうですね、はい、これですね、はい、で特にこの2社ですね、うん、大丈夫ですね、名誉毀損とか営業妨害にならないようにお話ししていきたいと思います、うん、これ事実ですからね、はい、これ、うん、この会社の大取りの、はい、トップの名前は赤旗というんですね、うん、これも事実ですね、で私は名誉毀損と営業妨害にならないように気をつけながら、うんうんうん、ちょっと話したいと思いますが、はい、アイスクリーム好きでね私、はい、ラクトアイス、ね、かなり食べてましたけども、そうです、ね、なぜかわからないんですが私最近買わなくなってるんですね、私がね、うん、これはなぜかわからない。それからあの私の口の悪い友達が、うんうん、もし繊維製品を夏に出すんであれば、うん、レプリコーンっていうねアイスじゃないかなというようなことも、うんうんうん、なぜかわからないと言ってますね、うん、それからあのこれも私飲んでたんですが、はい、この明治のね、はい、R1、はい、小文字の明治で R1 だから MR1 というふうに、うん、言ったと思いますね、うん、はい、これは問題ない発言だと思いますけど、そうですね、ここに体調管理のために医師の 94.9% が勧める、うん、この、うん、MR1 ということで非常に体がいいし、この体にいいっていうことを言ってるんですよ ね、 でお医者さんも勧めてると、はい、いうことを強調してるんですが、レプリコンの方もね、うん、まあ、そのくらいのアピールをするんだろうかどうだろうか、うん、その自信があるんだろうかというところはちょっと懸念材料ですね、はい、これ94ぐらい言ってるわけですからね、そうですね 94.9% ですね、はい、
でも行ってない医者もいるということですからね。 6% の人は 100% じゃないというところですね。 そうですね、はいはい、それで、ちょっとこのところ株価が下がってるんですけどね、うんうん、もっとダメージを受けた会社がありまして、うん、私はここの、うん、ラクトアイスを買わなくなった分、うん、そこの会社の、はい、最近買うように勤めてまして、うん、それがですね、余った私のお小遣いでですね、最近除菌クリーナーを買うことにしてまして、あ、ベンザ除菌クリーナーですね、はい、で、はい、小林製薬の除菌クリーナー、小林製薬やられ、はい、今叩かれてるところですよね、はい、私は小林製薬を応援します、うんうん、で、除菌クリーナーかなり買いましたんで、私の、うん、うちのトイレ今ピカピカですなるほど、はい、はいはい、ちょっと横道にそりましたけども、おまあ、明治はね、はい、今令和ですから、はい、明治は遠くになりに行けるということですけども、この VLPT 社の赤旗社長がですね、うん、まあ、発明したこのワとかね、うん、レプリコンについて、うん、当社のホームページではっきり宣言がされてるんですね、うん、でどういう宣言がされてるかをちょっと皆さんと共有したいと思いますが、うんうん、より安全で効果のある VLP マルクチンおよびレプリコン次世代、うん、mRNA マルクチンを開発し、うん、人類の敵である病気の根絶を目指してますと、うん、VLP マルクチンは見かけは病気を引き起こすウイルスとそっくりですが、ウイルスの遺伝子がないため感染はせずに免疫反応だけを引き起こしますとうんうんと言って、この次ですね、このマルクチンはその危険性がないため、ね、うん、mRNA とね、非常に安全ですと、うん、非常に安全ですと。でレプリコン次世代 mRNA ワクチン、うん、マルクチンは、うんうん、少量の摂取で十分な抗体が作られる、うん、自己増殖型の mRNA マルクチンですと、うん、現行の mRNA マルクチンと比べてレプリコンはここからです、うん、10から100分の1程度の摂取量となることから、この次が結論なんですよ、うんうん、目指すところ短期間で日本全人口分、つまり日本人全員の製造が可能となることと副反応が低減される、ここです、はい、これが展望されていると、そういうことですね、はい、これに向けて計画されているということですね、うん、はい、これは正直に語っちゃってる、これだから公開されてる、公開されてホームページからそのまま撮ってます、非常にそれをただ紹介してるだけですからね、はいはい、でこれは公開の場でですね、討論すべきですね、うん、赤旗さんが出てきて、うん、そうでない立場の、うん、有志の医学者とか、はい、先生たちいっぱいいるので、うん、公開討論すべきですね、こんなこと言い切っていいのかと、うん、いやそれ本当に大事なことですよね、はいはい、中立の立場でこんなこと言い切っていいのかということを私言わなきゃいけない、このね、はい、ないためってはっきりね、そうここまで言えるのか、普通はどんなものでも、どんな病気やどんな薬でも絶対ってのはないじゃないですか、量とかね、そうです、だからこんなこと言っちゃうとかえってね、大丈夫かなっていうね、そうで非常に安全って、そう非常に安全なものなんかないでしょ、ないんです、そもそも世の中に、そうです、薬自体もね、たくさん飲みすぎたら毒になるしね、うん、ということですね、はい、でまあ、諸々の問題があってある中で、私議連にも出てて、こういった問題を皆さんで指摘してるんですけども、ちょっとここで総括したいと思うんですけども、つまりそこで解決しないっていうことなんですね、勉強会であり、それから厚労省外務省が来てる場ですから、諸々の問題が解決し前進するはずなのに、一層深みにはまってっていうか泥沼っていうか混迷ってことですね、混迷してるんですね、まともに答えない、はい、でこの場でちょっとね、私総括したいんですが、結局こういうことなんですね、はい、どの質問にも厚労省答えなかったんです、はい、で武見敬三氏がですね、2021年にこれ後でやりますが、2021年にですよ、はい、国際保健規則で強制措置を作ると言ってるんですね、だからそのことでもそのことは全ても、物語っていて、何が誰が何を言おうとも規定路線としか考えられない、はい、それから問題はいろんな懸案されている修正案ご存知ですよね、問題ある修正案があったと、でその修正案が最終案に盛り込まれるかどうかを議論してた、質問してたわけですけども、議論すらされてない、議論されてないって答えだったんですよ、これはどう考えても 100% 嘘ですね、そうですね、各国からいろんな案が出てきてね、例えば基本的人権を削るとか、そういうような類のもあったわけですから、言論統制するというね、そうですね、
最終案載せないってしても、はい、議論してるはずですよね。してますよ ね、 ね。これ 100% 嘘言ってるね、はい、で私は怒りが湧いてきたんですが、はい、昔ですね社長、はい、昔じゃない、公募って言葉ご存知ですか、したね、パブリックサーバーとね、はい、社会のね、あのマスメディアが社会の僕たく、ええ、役人は公僕です ね、 ね。それはあのノブレスオブリージュにも関連して、はい、そうあるべきだし、はい、そもそも税金で、うん、働いてるわけですし、そういうことですね、おそらく入省した時の志はみんなそうであったと、まあ、そういうふうになんか宣言でもするんじゃないですか、ね、なんかね、ええ、はい、としか考えられないんですが、公僕っていうことは今あるかと思ったら、うん、もう死後になってるんですかね。使ってないです ね、 ね。あんまり言わないですね、はい、誰もね、はい、私たちは、国民の公僕であるというね、はい、で議連に出てる彼らを見てですね、うん、外務省とか厚労省の職員ですけども、うんうん、私は松竹という言葉が浮かんですねなかなか面白い言葉考えつきますね。でもまさに合ってるじゃないですか、これ社畜っていう言葉がありますけど、ね、昔あったけどね、松竹、はい、ですね、はい、でですね、うんうん、この一部の革新的なね、うん、例えば課長補佐クラスの、うん、職員は、うん、あ、例えば鋭い質問する国会議員なんかに終わったと噛みついたりなんかするんですが、うんうんうん、それほんの一人か二人で、うん、ほとんどの人はみんなうつろな目なんです、うん、で覇気がないんですね、で下向いてるんです大体、うんうん、ですから私は軽蔑の感情をどうしても抱かざるを得ないし、うん、でも憐れむ気持ちにもなってるということですね、ただですね、議連でと思うのは潮目は変わってきてるかなと、うんうん、でこの間社長先頭に立ってやっていただいた、はい、4.13 国民でも、もう、はい、あれいい影響は出てる、いや出てると思いますね、海外にも波及してるんじゃないかと思いますね、はい、被害者の方々の裁判の記者会見も大手メディアが報道しました、初めて、うん、あれも 4.13 の後、ああ、影響があるんじゃないかなというふうな気がしますね、いろいろあると思いますね、はい、潮目が変わってきてるのですね、うん、まあ、5.31 ということで、うん、もう一押し二押し、うん、三押しじゃないかと思うんですが、はい、これがその国民運動のちょっと全体感なんですけどね、はい、ちょっと見えなかった、これがまあ、このあたりですね、5月31日なんですけども、まあ、我々パンデミック合意は言っていいんですかね、うんうん、大丈夫ですかね、もちろん大丈夫ですよ、国際保健規則改定ですね、はいはい、まあ、これを牽制していくというかね、これに反対したのが基本的なんですけども、はい、結局ですね、新藤大臣の5月10日の発言、うん、はっきり言ってるんですけども、うん、これが成立しようとしまいと関係ねえと、うん、これが採択されようとしまいと、それと無関係に政府の行動計画を閣議決定してやっていくと、うんうん、これとこれ無関係に、まあ、雲行きも怪しくなってきた部分があるから、うん、今延期されてますよね、途中で、一致しないでね、そうですね、はい、原爆投下を政府、うん、日本政府は日本独自でやっていくと言ってるんですね、で、なるほどと振り返ってみますと、去年の秋からですね、うん、内閣感染症危機管理庁、うん、管理統括庁が設置され、うん、でレプリコンマルクチンの製造承認が世界で日本だけ行われ、うん、で国産の、うん、mRNA マルクチンの接種が開始され、うん、年が明けてアメリカの CDC の東京事務所を開設する、うん、事務所なんですよ ね、 ね、東京に、はい、それからこれ12月からですね、12月1月2月とですね、うん、エボラ出血熱の動物感染実験が都内で開始されたんですね、うんうん、武蔵村山 ね、 そうなんですよね、武蔵村山の武漢かと言われてますけどね、かと言われてますけどね、うん、そして地方自治法改正が今進んでると、うん、はい、いうことですね、全てそっちに向かっていると、うん、こちらがだからどうなろうとやるつもりですね、そうです、はい、で6月に閣議決定と、うん、新型インフルエンザ等対策政府行動計画、これ後でまた詳しくやりますね、うん、これはファシズム化です、そうですね、はい、ですから国民運動は5月31日で終わればいいんですが、3段4段5段と必要になってくるかもしれないですね、いやもうそうだと思いますね、はい、おそらく、うん、で9月にはですね、うん、このワンヘルスを含んだ、うん、パンデミック合意とかね、国際保健規則のこの大きな、うん、枠組み以上に大きなですね、ワンヘルスというのはそれ時代気象変動なんかも含んでますけど、それよりもさらに大きなね、
あらゆる事象について今度は WHO じゃなくて国連事務総長が緊急宣言を出せるとプラットフォームを9月に確定しようとしてるんですね。これロシアとは反対してますけどね。そうですね、はい、で日本でいよいよ秋にレプリコンマルクチンの接種が今度始まってしまうと。これほっとくと始まっちゃうんですね、うん、で、トランプ政権とは脱退していく方向感が見えてるってことですが、うん、来年の4月にこれ武見さん主導で国立健康危機管理研究機構といって世界トップレベルの言ってみればプランデミックのセンターね、本部センターが日本に作られる GIS と言いますけどね、完璧に日本がそういう実験場になるわけですな。で、同時に UHC ナレッジハブと言いまして、ユニバーサルヘルスカバレッジナレッジハブと言いまして、世界のプランデミックの人材、うん、で特に何やるかというと金計算ですね、つまりマルクチンとか、うん、病原菌ね、あれビジネスですからね、それを開発途上国が持ってる、うん、その点の経理、うん、財務計算とか、うん、あるいは年金、あ、いや健康保険ですね、日本は皆保険ですが言われてるのは全部それをなくして、うん、そうなんです、世界的なワールドユニバーサルヘルスカバレッジ皆保険を入れて、はい、うん、で保険計算とかね、 その辺の人材を日本で育成するという学校を日本が開設するという方向ですね、はい、という一連の流れがあって、IHR 改定とかパンデミック合意どういう形になるかわからないですけど、いずれにしても発行するとすれば来年5月で、まあ、6月頃から体制が整って、第3の原爆だろうということが言われているというのが外観ですね。これね、今言った通りでこれにもう一つ緊急事態条項っていうのは、そう、憲法改正のね、一緒に合わせ技というかね、はい、でこれはあの井上正康さんがね、うん、おっしゃってるけど、緊急事態条項の項目の中に感染症っていうのがあるのはここだけなんですよ、はい、ですね、他のところには緊急事態そんなの入ってない、うん、はい、これとのつながりですよね。そうですね、恐ろしい話でね、はい、で世界はここでこれで攻防をしているわけですが、はい、うん、ね、日本はこれ副次的なものになっちゃってて、もうここですよ、こっちの方で、ね、これがメインストリームになってる。そうなんですよね、だからなかなか気づかないんだけどね、 そこの目線をちゃんとしとかなきゃいけないっていうね。まあ新藤さんが LGBT のね推進役だったっていうのも象徴的な話でね、これね、うん、両方彼がやってますからね。そうなんですよ、だからいかに海外のねそういう勢力のね、まあ、手先というかな、そういう傀儡ですね、まあ、ものになってるかっていうね、それと武見さんの話出ましたけど、これもね、武見さん俺ずっとあの人医者の資格持ってると思ってたら、うん、ないんですってね、全く単なるあのお父さんのね、武雄でしたかね、この子供だっていうね、だけでいかにも医者っぽいことを言ってたけどないんですね。ないですね、はい、こういうこともね、それがやっぱり先兵になって医師会中心にね、はい、やってるっていうね、厚労大臣ですけどね、はい、今、はい、だからここら辺のところが政府一丸、岸田内閣一丸でこういうことやってるっていう ね、 そうですね、これ非常にまずいですよね、はい、うん、でですね、はい、まあ、この運動の中で特に ここですけどね、はい、前もちょっと言いましたけども、はい、本会議っていうのは本当形式で、うん、この委員会で決まっちゃうんですね。それが5月28日の今のところの予定だと、はい、現地時間で午前9時から、うん、日本だと7時間後ですから、うん、10、11、12、1、2、3、4、30日ですか、10、11、12、1、2、3、4、あれ4時か5時ぐらいかな、7、8時間違ってますからね、はい、からなんですが、うん、これは通常ですとですね、うん、ライブ配信されてるんです、うん、ですから全世界80億人で、監視しようということで、うん、日本語はないんですけどね、うん、同時通訳入れながら、うん、見て いけばいいと思うし、うん、私もツイッターでこれは生配信しようと思ってますが、うん、なるほど、まあ、ここでイカサマがあったわけですね、2年前にね、そうなんですね、とんでもないね、うん、でもうアジェンダは上がってます、国際保健規則の件とパンデミック協定の件ね、うん、アジェンダはもう上がってますんでね、うん、中身がないですけどね、でどうなるかって予想ですけど、5月28日の午前9時からどうなるかって予想ですが、うん、協定案改定案をカモフラージュし、うん、今
柔らかくしてますね、うんうん、そうですね、条約もね、あの、はい、インフォデミックって言葉も抜いたりね、うん、それからワンヘルスと、それから あれですね、パウスシステムもね、うん、ちょっと柔らかくしてしようとして、別途ね、別途決議でも、うん、決議で別の委員会作ったり、締約国会議に決めようと、付帯決議風のものね、なんかね、はい、条約とか協定自体は、うん、あの軟化させて、うん、かつ、うん、60カ国しかついててないですから、うん、他の国を今買収とか脅迫の工作を盛んにやってるでしょうね、はい、でそれが実ってとりあえず無事可決か、うん、やっぱり2年前と一緒で欠席期限が多くて定数に達しないか、うんうん、ね、だけどもまとめはその定速数が達してないのをごまかして、うん、詐欺的に承認ってことにするか、うん、これをみんな監視しなきゃいけない、うん、それとも反対が多くて廃案かですね、うんうん、あるいは今言われてるのはそもそも採択延期しようという話も出てますね、うん、それがね、はい、うん、でいずれにしても80億人で会議の監視が必要なんですけど、うん、この5月27日からの WHO 総会の全体テーマがもう決まってまして、それがですね、 All for Health Health for All と言いましてね、すべ、うん、てが健康のために、健康すべてのためにと、なんかラグビーのキャッチフレーズ、すべ、うん、ては一人がみんなのために、そう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 、みんなが一人のためにってね、でこれはこういうことですね、すべては WHO のために、はい、WHO はすべてのためにと、うん、でもっと言うと、すべては地獄に向かいね、うん、地獄がすべてを向いているということかなというふうに思いますね、はい、で60カ国といったのは、これ私もそういう分析してるんですが、うん、あの政府間協議の事務局の共同議長に、うん、南アフリカのプレシャス・マソソっていう方がいまして、うん、この人が、あの、吐露しちゃってましてね、うん、結局何らかの方法で採択にこぎつけ発行させるんだけど、60カ国しか賛成してないという、うん、言っちゃってたんですね、これ5月3日にね、うんうんうん、だからそれが現実で、190カ国ですからね、 そうですね、そのうちの60カ国から、うん、3分の1いないというのが現実ですね、うん、そうですね、それとこれは誰だか言ってたけども、とにかくこの WHO のね、資金源も昔は各国が出してたんだけども、うん、今やそのゲイツとか ね、ゲイツですね、いわゆる資金がね、はい、いわゆる企業から出てる、はい、まあ、製薬会社からも出てるしね、と、はい、いうことは非常に偏ったね、はい、自分たちの利益に沿ったことをやるってこともね、皆さん WHO と聞くとみんな各国がじゃあね、1億ずつ出してとかね、そういうもんじゃないですからね、うん、これね、ここの組織自体も怪しくなってますよね、はい、怪しいですね、はい、それが前提ですね、はい、はい、一応触れておきます、うん、条約の採択じゃなくて、それはもう無理だから決議案という話も出てたんですね、うん、で、このパブスシステムっていうこの利益配分のシステムとワンヘルスについてですね、うんうん、簡単に言っちゃうと、うん、いや、まず決議案で引き続きね、うん、協定の方はみんなで努力して進めていこうと、うんうん、パンデミック協定、パンデミック条約の方はね、で準備活動もしていこうということは一応歌いつつですね、うんうん、条約とか協定がないところで準備委員会を作ったりね、利益分配システムもヘルスも準備委員会を作って、それから あれですね、政府間、あ、こら政府間 IGWG っていうのは政府間交渉会、政府間交渉のワーキンググループってことですね、それを作って、で準備委員会を作ってね、で両方で進めて結局締約国会議で決めちゃおうと、枠組みだけですね、このやり方ですね、白紙委任ですね、うん、ということを決議案で進めようと、うん、なるほどね、いう話もありますね、これがうまくいくかわからないしね、うん、はい、うん、ちょっとこの辺は簡単にいきますが、そうですね、で、さっき言ったように5月10日に震度感染症危機管理担当省ね、粛々と進めると、パンデ条約や規則改定が否決されても粛々と進めると、うん、これはおかしなこと言ってて、国際的に認められないものがあっても、うん、でも俺たちだけはやると、同じ方針のことを日本では進めるってこれおかしいですよね、おかしいです、そもそもね、おかしいです、何言ってんのと、うん、要するに否決される側に日本は立ってるって言ってるわけですよね、うんうんうん、ですね、そう、これ重大な発言ですね、さっきの90何カ国しかね、はい、賛成してないの190カ国の中の、それでも頭はやるっていう、ね、何を考えたんだと、もう手先ですな、国益のじゃないですね、ないですね、はい、国益 この定義がない方ですね、でその行動計画非常に問題で、うん、一応まとめますが言葉に気をつけつつ、うん、
丸口に接しやマスク着用が大前提と、うん、これはもう問題ですね。で PCR 検査言っていいのかな、うん、まあいいんじゃないですか、PCR、言葉自体はね別に、はい、PCR 検査も大前提ということですね、うん、で非常に驚くべきことは、うん、単なる丸口からさらに1本も2本も3本も4本も進んで、うん、プレパンデミック丸口という概念が出てきまして、これはプレっていうのはその前段階のパンデミック起こる前の丸口、うん、それも丸口も、うん、準備備蓄、すごいねこれ、どこまで行くのか、ね、で、それを緊急承認するんですね、うん、これよくわからないですね、分かんないですね、プレパンデミックの丸口を緊急承認して製造まだ流行ってもいないのに製造開発開発製造準備備蓄するって、あだからこれってね一種のあれじゃないですか、知見というかね、実験のねあれになっちゃうわけですよね、流行る前に人間で実験しとくっていうね、うん、まあ、一応新型インフルエンザ等の発生後となってますが、ごく初期ですよね、そうですよ、どうなるかわからない時期にって自ら言ってますから、うん、はい、であとワンヘルスね、人獣共通感染症とか、はい、気候変動も入ってくるわけですね、あそうですね、はい、これも御本家の、うん、パンデミック条約よりも強調されてますね、うん、はい、それと問題はこれが柱なんです、はい、仮想能力の仮想体制の整備、はい、仮想場、うん、これを整備していくということで、だから今もかなり、渋滞してるんですけど仮想場、はい、で東京周辺で中国系の資本、ね、そうこれ取り上げましたけどね、中国系が全部買っちゃってるんです、だからそこの事業拡張に協力するってことですよね、値段も2倍3倍になってるんです、ですね、今まで、ということですね、ね、遺体安置から始まってね、これ異常ですよ、これ柱なんですから、そうなんだよね、仮装しちまいってことですよね、そう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 、焼くってことでしょ、これ、でそのとにかくキャパが、うん、と拡大しなきゃいけないってことを計画に織り込んで、それをやるって言ってるんですね、死を前提にしてるようなものだね、はい、これね、それからこれも、うん、御本家ではかなり表現をね、柔らかくしたりね、はい、カットしたりしてるんですよ、あなるほど、だけども、うん、この日本ではこの例えばインフォデミックって言葉は、うん、ジュネーブではカットしてるんです、パ条約では、うん、それを日本で復活させて、うん、で偽情報誤情報のルフはいかんと、これインフォデミックだということでね、うん、それを要するに言論統制していくということですね、そう これが行動計画に明記されるんです、うん、されてるんですもん、だからこれで今回で、まあ、私も注意して言わなきゃいけないけど、今回でやったのは偽だか本当だか少なくとも分からなかったでしょ、はい、ということですよね、はい、それを誰かが断定するわけですね、お前が言ってることは偽情報だと、はい、うん、ですね、それからこれらの統制ね、さっきルール申し上げた統制に、うんうんうん、事業者や施設管理者に命令ですよ、今まではあの要請ですから、うん、それから従わないときは公表すると、うん、いうことですね、その他ね、WHO よりも進んだね、うん、あれですね、この出入国の管理とかね、うん、渡航中止とか退避勧告がこれは日本が突出していくという話で、これまとめますとね、ちょっと長くなっちゃったんですが、まとめますとプレパンデミックマルクチンとか普通のマルクチンはもちろん、うん、マスク PCR 検査ワンヘルスから、うんうん、仮想場までに至る体系なんですよ、一つの体系ができてて、私はこれは国民に突きつけられたデスノート、うんうん、で日本列島のアウシュビッツ化との印象を免れないって言うんですけど、皆さん読んでいただければ270ページかな、うんうん、同じ印象を持つと思いますね、そうですね、はい、つまり必ずこれが起きるからこうなって、はい、ここまで行って仮装しちゃうと、つまり人の人生をね管理しようとしてるんですよね、これね、で
とにかく超過脂肪が多いのは事実ですもんね、うん、それから、ね、多くの論文でそれが mRNA マルクチンであるとか、うん、それから一層のレプリコンの危険性はこれ言われているのは事実だって、うん、可能性としてね、はい、まあ、どう見るかだけど、はい、難しいけど皆さん分かっていただけると思いますけどね、そのリスクは解消されてない、うん、いいですねこの言い方でね、全くその通りです ね、うん、その中でそれを大前提にし、かつここ 2,3 年失敗と言われて、うん、言われていたものをさらに強化して、うん、作った体系ね、をこの行動計画とするというのは、はい、これはこれだと思いますね。そうね、それこそゆりかごから墓場までっていうね、あれがあるけど、大人になったらねこういうことですよね、はい、そしてもう来年というか今年の冬あたり起きるよと、はい、いろいろなものが、はい、ということを前提にこういうことをね進めてやろうとしているの、ね、墓場までね、そうですね、火葬場までこうやっちゃうっていうね、はい、うん、はい、それからこれファシズムなのは、うん、一応形パブコメやったんですが、うんうん、これ ご存知でしたかね、はい、聞いてます。4月24日から5月7日までね、うんうん、やりましたね。十分の告知がなかったからみんな気がつかない、途中で気がついて、うんうん、確かね1週間くらいかな、本当に結構いったんじゃないですか、ね、で19万までいったんですが、はい、これ新藤大臣無視してますね。そうです、でまともに発表してないでしょ、これ してないですね、で本当にそんなに集めたのはこんな重大なことですから、うんうん、重大なことですし、その条約や改定に先駆けてね、責任じて独断でやってくる話ですから、うんうんうん、2,3 ヶ月ね分析して、そうそうですよ ね、でそれを踏まえて、じゃあ行動計画案をどうするかっていうふうなことを 2,3 ヶ月後に改めて、コメントするなら、まあ、常識ですよ ね、 常識ですね、ということね、これを無視して粛々と進めると言っちゃってるっていうのはこれ おかしいですね、はい、はい、それから実は合わせ技でですね、やっぱりゴールデンウィークの時期に土地基本方針の変更にする関する意見募集ってやってたんですね、はいはい、これも全然目立たないかわからなくて、これ私も気がついて、私気がついてですね、皆さんにアナウンスしたのは5月6日だったんですが、1日でほぼゼロだったのが1日で3万ぐらい集まりましたね、ほぼ全部反対だと思いますが、これ重大なのは社長も再三ご存知のように外国人土地取得問題ですよ、これストレートに直結してるわけ で、 そうです、でこの土地基本方針の変更後はどうなるかというと、この登記の手続きに外国居住者っていうのが明確に明示されて、で外国居住者向けにはこういうような案内をするよと、連絡先をちゃんと登記しておいてねっていうのが明文化されるんです、それは推進するっていう意味ですね、もちろん、はい、これそもそも総合主義に立ってどうするかっていうことが議論されなきゃいけないのが今の良識であるわけ で、うん、皆さん総合主義っていうのはね、日本で中国人が土地買うなら日本人も中国で土地買うことができる、こういうことですよね、基本的に。そういうことですね、はい、それを知らぬ間に眠っちゃうって話、汚いね卑怯だね、本当そうだね、これで卑怯卑劣なんだけども、うん、そう言ってるうちは花なんですが、これはファシズムの始まりですね、うん、はい、と言ってよろしいんじゃないでしょうか。でこれが法律だからというね、はいはい、いうことで強引に進めるわけですね、まあ、限られた時間内、多くの人がね、何万という夜中も作業してくれてました、パブコメを送るのでね、本当感謝申し上げてますね、これもこの怒りも 5.31 にそのままつながると思いますね。土地の方は3万8000通ですね、それからこちらの方がプランデミックの方が18万9000通ということになりました、はい、まあ、結局詰まるとこ、WHO は脱退、いいかな、これは言っちゃわない、言っちゃったら恥ずかしい、別に我々言ってますけどね、はい、外線とか言うのではね、YouTube で YouTube で、でも外線流れてるから大丈夫だ、いや我々の主張ですからこれは、はいはい、誰がね国連脱退っていうのもね、はい、っていうのもこのままの体質だったら厚労省は私は解体、いや我々も財務省も解体って言ってるけど、厚労省本当にこれダメですね、解体ですね、日本人の命にかかることをね、無責任やってますね。で政府行動計画廃止、はい、
だと思いますね、はいはい、全くその通りだと思います、はい、でこの後ろにいる方がこの方ですね、うん、2代目竹蔵で、はい、初代はどなたか分かりますでしょうか。初代竹蔵っていうのは竹蔵、この方は2代目なんですけどね、あれですね、あそこのパソコンのそう、はい、竹蔵ですね、はい、こっちも竹蔵ですね、そういうことですね、で同じ年生まれです、はい、なるほど、同級生だ、同級生、はい、ちなみに2年前の中谷議長、はい、この間、はいはい、あの方と武見さんは慶応の幼稚者からの親友です。ああ、そうなんですか。みんなだからほぼ一緒ね。で竹蔵のそばに手話部、はい、ね、でこっちの竹蔵さんの手話そばにはギーツちゃんで、なるほど、みんなハーバード大学です。ああ、ね、これ偶然かもしれない。これも偶然かもしれませんが、うん、長野のおさみちゃんと山本にそちゃんもハーバード大学ですね。あ、そう、なるほど、ね、あ、そうか、ええ、皆さんね、まあ、大学院も含めてね、やっぱりそういうのってあるんですよね、うん、ね、いわゆる昔は何でしたか、なんとか基金で留学生に行った人とかね、そういう人たちはみんなフルブライト、アメリカの、ね、フルブライトのあれとかね、まあ、差別しちゃいけないですけどね、うん、4人ともハーバードですね。これは事実ですね。これは事実ですからね。はいはい、で、初代竹蔵さんと2代目竹蔵さんは非常に似てましてね、キャリアが。うんうん、こっちはまあダボス畑で、うん、こっちは WHO 畑ですけども、はい、議員やって大臣、うん、大臣と議員やる。こっちも大臣と議員ですね。非常に似てて、うん、初代竹蔵さんはまあその他に幅広くですね、うん、オリックス社外取締役、うん、SBI ホールディング社外取締役、森ビルアカデミーヒルズ理事長、うん、外国人雇用協議会顧問、教育支援グローバル基金アドバイザー、日本からヘイトをなくす会アドバイザーと、うん、ね、俺パソナー入ってるんですか。パソナーもパソナーはちょっとここに書いてないですけどね、まあ、みんなもうご存知だと思います、ね、有名なね、でデジタル田園都市国家構想実現会議委員長ね、うんうん、はい、聞いて皆さん分かるようにね、これデジタル田園都市運動は経団連のね、副会長の女性の方も、ベオリアジャパンの方も確かメンバーでしたね、うん、ということで非常に似てるんですね、うんうん、だ構造的に似てるんですね、うん、ですから今1代目から2代目の時代に入っているということかなと、うんうん、はい、でまあこういうことですね、人間関係的にはねいや、ね、これは別に悪口じゃなくて、いやいや、ね、ね、有効的だという、ね、はい、旗でつながってるという、はい、5月5日に、5月5日にこちらの方がジュネーブへ訪れまして、うん、はい、まあ、こういう写真を撮ってますが、うんうん、さっき言ったユニバーサルヘルスカバレッジ、うん、ナレッジハブ、なんでこれね日本語で言わないのかと、うん、武見さんの話聞くとですね、半分ぐらいカタカナ言葉ですね、使うの好きですね、6割くらいかな、はい、新宿の緑のおばちゃんは半分くらいですけど、あれも好きですね、武見さんも多いかもしれない、ね、そうですね、その日本に設立する人材育成機関について非常にテドロスさん、ありがとうとね、うん、あなたリーダーシップ取ってるよと、それから低中所得、中所得国における保険財政の課題とかね、日本が支援しろってことですね、うんうんうん、まあ、投資の件とかね、ついて議論したんですが、まあこの番組の都合でいろんな写真ちょっとお見せできないんですが、うん、その表情から読み取ると、うん、これは私の勝手な主観じゃなくて、うん、みんなそう思うと思いますが、うん、テドロスさんはこんな感じですね、日本は美味しい、俺はそうでしょう、うん、武見さん全部差し上げますと、岸田さんと同じですね、これ、はい、でテドロスさん、中谷さんよりいいと中谷よりいいという雰囲気かなと、うん、かなと、なんか全くそれとやったもんね、ね、悪口になっちゃいけないですけどねいやいや、多分皆さんその写真を見せしたらそういうふうに感じると思いますね、うん、はい、まあ、こういうことも、うん、でもあると、うん、人間関係ですね、はい、これも悪口じゃなくてね、非常に有効的だというイメージですね、ハートもよく表してますよ、はい、はい、でこの辺から今日の本題に入っていくと思うんですけども、はい、うん、武見敬三さんはですね、ちょっとも先振りましたが、2021年4月に、はい、もうこれは3年前になりますかね、うん、こう言ってますね、うん、日本のですね、政府とか自民党がこういっためちゃくちゃな政策を進めてますよね、うんうん、誰一人国会議員反対しないと、それはゲイツ財団の資金が日本の政策を作ってるって言ってるんですよ、うん、爆弾発言、それからさっきも言いましたが、強制措置を作ると、より強制措置を作るってことをはっきり言ってる動画がありまして、実は公開ウェビナーがこの2021年4月に開催されたんですが、公式なものです、
共催、国連と外務省と日本国際問題研究所共催で、うんうん、経団連が講演してるんですね、うんうん、でこれをちょっと見てみたいと思いますね、この番組の中ですね、うんうん、でこれはですね、実は私昨日国民運動の記者会見をやってまして、うんうん、まあ、やりましたね、その中でも見せてるので、はい、合わせて記者会見の動画もちょっと合わせて、ね、見ていただければと思うので、はい、記者会見ね、はい、国民運動宣言で、はい、これは総合クッキーそのものだと思います、はい、じゃあ動画をお願いします。皆さんこんにちは。じゃあ、本国民運動はですね、人為的なパンデミックで地獄を作り出す、ゲイツ財団、WHO、日本政府、厚労省による、公衆衛生独裁から国民の命を守る運動です。コロナ禍最中の2021年4月、日本のアンソニー・ファウチ、武見敬三氏は国連外務省共催、経団連講演の公開ウェビナーで IHR により強制措置を作ることの必要性及び自らが委員長で日本政府自民党の政策を作っているグローバルヘルスと人間の安全保障委員会、それの主たる活動資金源はゲイツ財団であると明言しました。動画をお願いします。実は主たる活動の資金源はビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、この17年の12月に我が国は政府主催でこう UHC フォーラムというものを開催をして、テドロス WHO 事務局長から、ジム・キム世銀総裁、トニー・レイクユニセフ事務局長、あるいはセス・バークレー・ガビア・ライアンス事務局長ら、今止めたとこちょっと大事なところなんですね、これね。そうですね、はい、じゃあちょっとお話、はい、これこの絵ですね、はい、真ん中が安倍首相ですね。あ、いますね、はい、で右から2番目が武見参議院。あ、いますね、はい、もうこの時すでに日本の、うん、公衆衛生政策を、まあ、取り仕切ってたと。なるほど。いうことですね、はい、でこの2017年の UHC フォーラム、ユニバーサルヘルスカバレッジフォーラムですね、はい、うん、ここで、今に至る骨格ができたというふうに考えていたんですね、はい、この UHC のファイナンスについては財務省も非常に熱心に取り組みました。この財務省も非常に熱心というのは我々の税金を突っ込むと、はいはい、という話ですからね。そういうことですね、はいはいはい、一つの新たなアプローチというものが法律家的アプローチでございまして、国際保険規則といったようなものにより強制措置を作ることの必要性を求め、はい、でそれによってこれが非常に重大な発言で、うんうんうん、はっきり言ってますね、はい、法律家的アプローチっていうなんかカモフラージュした言い方してますが、うんうん、国際保険規則の改定で強制より強制措置を作るって言ってますね、うんうんうん、はっきり言ってますね、はい、その強制措置とは何かと、これは国民全員接種につながるわけで必然的にね、そうでしょうね、はい、こうしたパンデミックに対応する新たな国際条約を締結する必要性を提唱するようになってきております。我が国の中にはグローバルヘルスと人間の安全保障運営委員会というのが官民連携のプラットフォームとしてできております、はいはい、これがですね、はい、メディアも書かない、一般の人も、うん、ご存じないんですか、うんうん、このまああえて言えば全ての企みのですね中枢本部です、うん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 、グローバルヘルスと人間の安全保障運営委員会、うん、そしてこの人間とですね、ヘルス人間と安全保障を結びついた、うん、この使い方が、うん、この場の使い方がダボス的なんですよ。そうですね、ダボス的なんですね。でこの委員会は後で詳しく話しますが、この図を見ていただくように国会議員とかね、から各省庁ね、うん、それから学会、医師会、うん、製薬業界、各種 NGO シンクタンク、うん、で国際機関、うん、民間財団ですね、うん、それから一番左のこの主要研究センターね、うん、これらを包括してる、これらが委員となって参画してるんですね。これが中枢です、はい、今までこういう形でグローバルの形で政府と、それとお金の出所も含めて、はい、これ初めてですよね。初めてです、はい、はい、これかなりそれやばい話です、これ、はい、そう、もっと次すごい話が出てきます、はいはいはい、じゃあますけれども、はい、でここですね、はい、まず委員長それから顧問がですね、うん、これが一番の主要メンバーですが、自民党の国会議員です、衆議院です、はいはい、ね、
自民党の国会議員です、はいはい、それから幹事の日本国際交流センター理事長って言いますが、日本国際交流センターは皆さん あまり聞いたことがないかもしれませんが、戦後ですね、例えば日米を三極委員会、デイビッド・ロックフェラー直轄ね、あの辺をコーディネートしたのがこの日本国際交流センター。あ、そういう人たちなんですか、これね。山本忠っていうね、その辺の黒幕の方ね、ちょっと前亡くなりましたけど、その日本国際交流センターがこのグローバルヘルスと人間の安全保障運営委員会のど真ん中にいるんです。なるほどね。でここのパブリック、なんていうんですか、広報戦略ね、戦略的なことはこの日本国際交流センターがやってるんです。なるほど、ね、はい、で委員長はこの収録時も長年武見敬三氏です。武見敬三氏です、大臣になってから変わったと思いますけどね、はい、どうぞ。はい、これはいいんですけども、ご覧になっていただくと分かるように、官界のトップですね、官僚のトップたち、外務省とか内閣官房とか厚生労働省も申し上げてますね、それから尾身さん、尾身さんいます ね、はい、それからグローバルヘルス技術振興基金専務理事って言いますから、中谷氏の部下ですよ。あ、なるほど。国井さんとかね、はい、次どうぞ。はい、はい、内閣感染症危機管理統括庁内閣審議官が入ってますね、それから中谷氏本人も入ってますね。入ってますね。それからなんと製薬メーカーの トップ層、塩野義社長、エーザイ CEO、アステラスね、大塚製薬社長、アステラス会長ね、はい、それから、衆議院ね、野党も入ってますね。こういう構成ですね。なるほど、はい。さっき言った日本国際交流センターですね、有名な下田会議とか日米議員交流とか三極委員会ってあるんですかね、こういうのを取り仕切っていた、こういうあれがあったんだね、なるほど。チャンネル桜ですからザクバランに言っちゃうと、戦後のロックフェラーの代理機関でした。そうですね、だから、いわゆる GHQ の敗戦離職者からずっとつながってきて、戦後の体制をね、あちら側から支えてきてるっていうね、はい、なるほど。そこが我々の命を預か、健康と命を預かる公衆衛生部門の中に食い込まれて、ついに入ってきたってことですよね、はい、だから全人生をってことですよね、はい、はいはい、怖い話です、はい、続いてじゃあ、はい、採択された案件は、政調審議会を通じて自民党の政策となるという一つの政策決定のプロセスがデザインされているという、これがね大変なことを言ってるわけですね、はい、右側に、の中にグローバルヘルスと人間の安全保障委員会って書いてありますね、委員長武見敬三になってますね、はいはい、今武見さん何て言ったかっていうと、ここで決まったことが自民党の政務調査会等を通じて自民党の政策になるって言ったんですよ、ね、で自民党の与党の政策になるってことは日本政府の左側ですね、健康医療戦略室っていうのがありますが、ここがコーディネートして日本のグローバルヘルスの政策になるってことです、でこの今プロセスの流れ全体感、話しましたね、下にも書いてある政調審議会について自民党の政策となると、はい、このプロセスに資金を出したのは誰かという話ですね。あ、さっき言ったですね、はいはい、次のページお願いします、はい、じゃ続けてください。なるという一つの政策決定のプロセスがデザインされているという、実は主たる活動の資金源はビル&メリンダ・ゲイツ・ファウンデーションでございまして、こうした改革のためさまざまな仕組みが出来上がり、今今日その答申を作る最終段階にありまして、この5月に WHO の総会でこれらが発表されることになります。特にこのが国際社会の共通関心になったことに、はい、止めてください。これはね、いろいろ柱があるんだけど、共通関心って言い方がしてるけど、要するにそれが中心だってことです。いや、だからお林さん今も聞いたで皆さん分かったよね、政府の方針まで行くにその前、その党をね、その前いわゆる交流のね、あれと、そのお金はゲイツと、誰がこれを決めてるかやってるかっていうね、よく分かりますよ ね、だから もうちょっと突っ込んでいっちゃうと、ビル・ゲイツの手のひらの上にみんな乗っかってるってだけの話です。そうそうそう、だから陰謀論という人たちはこれに反論してごらんなさいっていうね、事実だからね、これ、はい、だから当人が言ってるんだから、これ、ですから
与党自民党の国会議員一人としてこの大きな枠組みに抗えないです。そうなんですね。絶対抗えないです。そういう感じですよね、はい、これ、はいうんはい、どうぞ。よって途上国の人々を対象にして考えられていたものが先進国でも必要とされるものであるという観点から真にグローバルなものとなり、パンデミックに対応する新たな国際条約を締結する必要性を提唱するようになってきております。でここが意味するところですけどね、うんうん、途上国から先進国に移ってるという言い方をする、うんうん、これはレトリックがありましたね。そうこれは非常に卑怯なね、危ない理屈ですよ、はい、理屈じゃないですけどね、はい、これ、はい、で実はこれと同時に今までの超大国から、うん、中大国って言うんですかね、うん中くらいの規模の先進国ね、中くらいの地位の先進国にもまた外交が比重が重心が移るっていう言い方してるんですか、うんうん、意味するところは日本金出せってことなんです。そういうことですね、でうん、そのレトリックに過ぎないんですね。これねちょっとみんなびっくりしたと思いますけどね、うん、これ一番はっきりしてますね、はい、これ、はいこの現実の姿がね、はい、日本のこのいわゆる政策決定から何からねこういう構造になってたんだよという、はい、ということですね。まさに軍産複合体の今度は公衆衛星版ですね。公衆衛星ね、複合体ですよね、はい、これ、はい、国際、はい、これで金を思う、そう本当に今言ったように日本の、まあ、国会議員が一人はね一人として抗えないのは、はい、これだけがっちりした構造でね、外れたら大変なことになるっていうのはね、はい、でこれだけがっちりして大規模で、うん潤沢な資金ですから、うん、まあ何十万人死のうと一人一人は自責の念を持たないんでしょうね。いやもうそうですよ、特にねあのお年寄りとかね、もう一つ言うとそのいわゆるアフリカとかね南アメリカのこう開発途上系のね人たちってのは本当にそういう、まあ、我々に日本人が特にこれ素直だから実験台にされる、はい、っていうことですね、はい、これ、はいうん、いやこんなのまともにね、受け取っちゃっていいのかって普通考えると思うんですから構造分かればね、はい、じゃあちょっと記者会見の続きで、はい、よろしいでしょうか。戻りましょう、はい、この意味するともう一つの伏線は日本の税金を突っ込むことになっているということが伏線ですね。上条先生からもお話があったように日本の政策を決める委員会だけでなくて WHO も芸術財団の資金で支えられているということですね。ちょうど1ヶ月前の4月13日の集会等でもですが日本国民に一層の覚醒をもたらしこれ世界に勇気を与えました。また国際メディアや多くのインフルエンサー、それから先ほど話があったザ・リアル・アンソニー・ファージュの著者ロバート・ケネディ・ジュニアなどが絶賛と WHO 日本政府国内メディアに大きな衝撃を与えたと思いますが、 WHO はパンデミック協定や IHR 改定をテーマとするグローバルビジネス全体主義の枠組みの構築動きを止めていません。一方日本政府もパンデミック協定や IHR 改定の成否にかかわらず、ね、新藤大臣も言ってましたが数十万人とも言われるこれまでの超過死亡すなわち mRNA による日本国民へのいわば大空襲に続けて1944年9月にですねルーズベルトとチャーチルの間で結ばれた原爆投下目標に関する覚書がありますね。ハイドパーク覚書といいますがそこで Be used against the Japanese 日本人なら落としていいと謳われたんです。この日本人のみに向けられた3発目の原爆これも一緒ですね。 M 社 V 社の自己増殖型レプリコン投下の準備を日本政府は今していると言われています。お配りした資料国民運動の必要性を見ていただければと思いますが去年の秋の左上です。内閣感染症危機管理統括庁の設立からレプリコン製造承認日本のみ国産 mRNA 接種開始国産ですねアメリカ CDC 東京事務所設置エボラの動物感染実験開始これは武蔵村山市ですね。そして、地方自治法改正ということでどん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 進んでいます。そして今年の秋レプリコン接種開始4月にはですね GIS すなわち世界トップレベルの日本版 CDC の設立や UHC ナレッジハブといいましてこの分野の人材育成機関設立までの大計画がこの左側に示されています。
右側のパンデミック合意国際保健規則改定の成否にかかわらず、3発目の原爆投下に時間軸を合わせたものと、またダボス会議で話されたディディーズ X、疾病 X によるパンデミックも、これはくしくもテドロスやシュアブや武見さんと私の見解や時間軸が一致しているところですが、まあ、準備ができた来年の6月頃ですね、3発目の原爆投下となるのではないかということが危惧されています。19万通にも及ぶパブコメの反対意見を無視して、来月閣議予定の新型インフルエンザ等対策政府行動計画はPCR 検査やマスク着用ですね、さらにはワンヘルス推進を前提にして、なんとプレパンデミック接種から大きな柱、仮想体制の整備ですね、仮想場の整備までの一貫した体系となっておりまして、事業者への命令や事業者名の公表および先ほどお話があったインフォデミック、条約案で消したインフォデミックという言葉をこの日本政府は日本で復活させています。そして偽英語情報対策と称する言論統制を伴って構築するものです。これは日本国民に向けられたデスノートであり、日本列島アウシュビッツ化へのテスロと言えるのではないでしょうか。そういうふうに危惧しても大げさな話ではないと私は考えています。このようなファシズムに対してですね、 5.31 5月31日午後、厚労省前の日比谷野音ですねでの大規模集会、そして厚労省前から出発して、なんと明治製菓ファルマ本社付近に至るパレードデモが挙行されます。これは金曜日の平日ですが、武見厚労省と厚労省職員に直接声を届けようと全国から大勢の人々が有給休暇を取って駆けつけます。集会場は21時まで熱気にあふれるでしょう。そして多くの非接種者、それから被害に遭われた方々、そのご家族も参集されます。武見厚労大臣及び厚労省国際課をはじめとする職員はいかさま答弁に終始するのではなく、ぜひこの日この庁舎から降りて、野音の集会場に降りて、タウンミーティングとして国民の声に直に耳に傾けていただきたい。厚労省職員は公僕たる初心に戻り、今の汚れて醜いと言われる姿勢を正してほしい。さもなくばこの運動は厚労省解体を求めることとなるでしょう。パンデミック協定改定 IHR の最終的な姿は現時点でも流動的と言わざるを得ません。賛意を表しているのはごく少数の国々です。 IMB の共同議長も60カ国弱というふうに吐露しています。いかさま手続き手順が常習の WHO の会議を全世界の人々が監視しなければなりません。5月28日現地時間の午前9時から予定されている A 委員会コミティ A の審議と議決を見極め、その結果この運動は即座に WHO 脱退を求めることにもなるでしょう。コミティ A の様子は私のX でも同時刻生配信をする予定です。4.13 記者会見の繰り返しで、恐縮ですが、誠に恐縮ですが、 JAL123 便で亡くなられた坂本九さんの曲によろしいでしょうか。繰り返しありがとうございます。幸せなら手をたたこ、幸せなら手をたたこ、幸せなら態度で示そうよ、ほらみんなで手を叩こうというのがありますが、我々は気づいたなら、反対するなら、抗うなら、態度で示さなければなりません。この厚労省記者会見室から全国の皆様に 5.13 正午日比谷厚労省野音にお集まりいただくよう改めて呼びかけさせていただきまして、国民運動をここに宣言いたします。日本のため世界のため、どうかよろしくお願いいたします。ありがとうございました。昨今の報道がありまして、パンデミック合意、まあ、IHR 改定、合意に至らないんじゃないかという報道が流れていました。まあ、林千勝先生、先ほど
60カ国弱ぐらいしか賛同してないということもおっしゃっていました。にもかかわらず行動計画を粛々と進めると、なぜもう今の範囲ではないわけですよね、削除されて、なぜ日本の行動計画だけがこういうターンにしっかり保持して貫こうとしているのか、はい、これはグローバルビジネスの第一のターゲット、マーケットが日本になっているということですね。そして新藤大臣が言われたように、パンデミック条約とか IHR の政府と関係ないです。もうグローバルビジネス方針です。日本を第一のマーケットにすると、日本に第三の原子爆弾を落とすというのがグローバルビジネスと WHO と日本政府の共通の方針になっているから、粛々と進めるということです。実はそういうことを受けて、もう日本の経済産業省の補助金でもう数十箇所のもう会社がもう mRNA の開発にもうすでにスタートしています。そしてその中の一番新しい、世界が非常に危惧している自己増殖型のレプリコンというものを世界で初めて日本が認可して、もうその治験も一部始まっているということが分かっております。しかも数年前に米国で失敗したインフルエンザの、これはなぜか日本の国内で20種類以上のインフルエンザすでに開発をスタートしていると、この中に当然レプリコンなんかも入ってくるわけですが、昨年の秋から何故か季節外れのインフルエンザが流行ってくるという、煽り報道がございましたが、そういう形で着々と日本が世界を先導する形でビジネスのトップランナーになっている。これが、医学から見た非常に不条理な日本の姿であるということで、WHO が世界中からこの新しい2つの条約の国際保健規則が否決されても、日本だけはこれを粛々とやっていくという、ありえないことを確信犯としてやっているのが日本国政府であるという構造が、どなたにでも分かる構造になっております。日本にも儲けられる人がいるから、そういう人たちが牽引してるってことですよね。それに協力してる日本人が、それでね、協力っていう概念も外しちゃった方がいいと思うんですね。一体です。協力してる日本人じゃなくて、彼らの心も日本人じゃないです、ね、そのグローバルの日本人がいる、グローバル的な方針の世界に住んでいる、国籍日本人ということですね。だから今日ずっと皆さんお話になったように、例えばロックフェラーから始まって、それからファウチとかね、それからビル・ゲイツが出てきた、でテドロスが出てきた、タケミが出てきた、タケミさんが出てきた、ね、中谷さんも出てくる、上川さんも、彼らが一体であって、彼らとキデンとね、の距離ははるかに遠いんですよ。彼らは一体と、で厚労省の職員もそれに従っていると、目覚めろ厚労省職員と言いたいんですけどね、ということです。今のね、問題に付け加えますと、実は岸田首相が日本を治験大国にするということを海外で明言なさっております。恐ろしいですね、本当に。開発というのは日本的に出たね、むちゃくちゃでしょ、極地ですよね、本当そうだね。健康性と安全性が担保されて初めて健康な人間に恐る恐るやると、これがもう医学の基本なんですね。ところが今猿1匹500万円以上するんです。そういう意味では薬物開発に猿が使えないと。しかしただであれば喜んで接種してくれる日本人、これを治験のモルモットに使い、これが今世界の中における日本人が置かれた状況であると、これが医学から見た現実です。はい、ちょっと長くなっちゃいましたね。いや大事な、ポイントが入ってたと思うんで、いやでも呆れるぐらいですね、はい、治験大国って、はい、実験台にして日本人を全部ねやっちまおうっていうね、いやーこれ本当腹立つっていうかね、今林さんが途中でね、いや協力じゃないんだと、一体化して自分たちがやってんだっていうね、これが本当にまさにその姿ですね、はい、これ
で記者会見に実はあの被害者の方、うん、ご家族遺族の方々も見えられてて、うん、あのご発言いただいたんですが、はいはい、この記者会見ですねやはり大手メディアは一切来なかったですね、うんうん、あそうなんですか、はい、で隣に記者クラブがあるんですじゃあちょいと顔出すぐらいできるんだよねそうです、うん、であのひどいでね、うん、あのともなく空間空いてるんです、うんうん、見ればあの覗くだけでも、うんうん、で一切あの扱わないというスタンスですね報道しないしないですねいやこの間の13日もね、はい、本当にわずかね時事通信が数行やっただけであって、はい、あとは全部朝日から産経新聞までね、はい、無視ですよね、はい、でもそうはいかないっていうのがねだんだん分かってきてもね、はい、あれですよでここまでが経緯なんですね、うんはい、531のですね、はい、経緯と今日、はい、531そのものと、はい、それがそのもの展望を3つやりたかったんですが、はいはいそのものをちょっとやっていいですかね、うん、時間がかかり いやいやこれは大事だからやってください、はいこれはい、これはチラシ で、はい、あの社長当日よろしくお願い申し上げます、はいはいまあ、パレードデモということ で、 ですね、うん、応援グッズを配るんですね、はい当日大決起集会とパレードデモ参加者全員にですね、はい、うちわをプレゼントとあいいですね、はいはい大会限定カラー市松模様は一番人気になりそうということでですね、はい、これどういうものかって これですね、はいこれがうちはです、ねでこれはなんか涼しそうでいいですねで、はい、後ろ日の丸ですね、はい、でこれは侍なんですああそうですね刀構えた侍ですね、はい日本らしくて、はい、いいですねいいですね、はいはい、守るには攻めなきゃいけないですねそういうことです、はいはいそれから、はい野音ね野音とそれから想定されるコースをちょっとあの、はい、今ここで、はいあのイメージしておきたいと思います、はいはい、これが日比谷公園の野音近くの入り口です ね、はい、そうですね噴水が見えます、はい、それでこれが野音の、はい入り口のところですね、 入り口ですね、はいはいこれが会場ですね、はい、3000席あると言われてますね、はい場所はですね日比谷公園本当大きいんですね、はい、それの西北の方向に野音がありまして、はい、こういった感じですね、はい、そういうことですねでなんとこの3000人の大集会のすぐ横、はいうん、通りの反対側が厚労省とそうなんです素晴らしい素晴らしいです立地です ね、 正直言ってねこれ3000席なんですよだからいやもっと多分来ると思いますから、はい、そうしたとしてはどうするかっていうと、日比谷公園にいることと、はい、もう一つは厚労省の周りをたむろしてもらうってこともできるんですよね、あのどうしても正直はみ出ると思います、うん、人数があると、うんまあ、これは、まあ、そのこれやってもらう人たちの指示なんですけど、ここは3000人ということで結構あの火災なんとかでうるさいんですよ、はい、なんでね厚労省そうなんですよ目の前にあるんですよこれ、うん、そう素晴らしい立地です、ね、みんなで囲んでもらっていいわけですよねブラブラね、はい、ですからあの ここで3000人集会やった後、うん、ここに霞門というのがあってですね、はい、そこに移動してここで隊列を組んで出てくるんですよ、うんそうだよね、出て目の前に厚労省があるもうあるんですね、 あるってことですね目の前にそれを見なきゃいけない、はいまあ、武見さんがいるかどうかあれだけど、はいはい、だから ここでの金曜日ですからいますよ、はい、集会の声は全部聞こえてますそうなんですよはい、はいこれはだから野音のすぐ横から見た厚労省の建物ですね、はい、もうこういう立地ですね、はい、いいとこ選びましたね、はい、で売店が中にありますのでね、はいまあ、ここからこう、はい、隊を組んでいくということになりますね、はい、これが霞門です、はい、で霞門でここで隊列のスタートですね、うんそうですね、はい、ということになって出るとすぐこれですね、はい、厚労省ですね、はいこれが正面玄関ですね、うんうんまあ、あの大臣室はこの辺のような気がしますね、はいはい、みんなねそーっと見てます、はい、全員がやっぱりねやっぱり力を示すことなんですね、はい、国民のね、はい、あの池袋の13日もそういうことで、ね、本当に無名の人たちがねあの1万2万ね、はい、集まってくれるっていうね、はいでここで、我々、アピールしましてね、はい、厚労省にアピールしまして少し進むと、はい、噴水さっきの噴水がありまして、はい、ここの角を曲がります、はいはい、この角を曲がって南下します、うん、国会通りを南下して、はい、途中 4.13 の時記者会見をして、はい、プレスセンターがここにありますねこれを右手にいて JR のガード下まで、はい進みますそうすると、社長さっき言っていただいた、うん、西銀座、はい、通り外堀通りに出ますね。これ意外と賑やかにね、はい、だんだんなってきます。これを北上しますね、はいはいそうすると数寄屋橋の交差点に出ます、はい、これは人が多いですよ、多いですね、だんだん、はい、でそれを突っ切って、はい、さらに北上すると有楽橋がありましてね、はい、
これも超えていきまして、はい、東京国際フォーラム左ですよって看板が出るともうすぐですね、これが終着の、はい、火事橋通りに出たところで、はい、2.45 キロじゃないですか、ということは大体40、まあ普通に歩くと40分ぐらいですけど、人が多いでしょうから、ええ、まあ 1時間弱ぐらいの、ね、ね、イメージしといてくれればね、いい感覚ですね、さすが慣れてらっしゃるんですね、いいその通りです、火事橋の門跡のね、はい、こういった歴史的な、うん、説明の看板もありますが、なんとここで、さっき申し上げたように、はい、交差点から右手を見るとこれが明治ファルマ本社です。これは私も今日初めて聞いたんでね、ああいいとこ選んだねっつってね、明治製菓ファルマの本社、はい、でこっちがあのいわゆる明治のグループの 本体の本社ですけ ど、ね、ここですよ、ここ。なるほど、ちゃんと本体2つにね通るわけですよ、目の前をね、叫べばもう確実に声が届きます。あの窓からそっと見てますみんな、はい、いつも、はいはい、そういう立地ですね、はい、それでですね、はい、このコースを私はあの、うん、結果的に選定した方は天才だと思うんですよ、うんうん、どういうことかって言いますとね、うん、まあ、出発地点とゴールは、うん、先ほど述べた通り、うん、今述べた通りなんですが、うんうんうん、これね、あのこのゴール火事橋ですよね、はい、335をね、元来た道を戻るんです。と銀座ですから楽しいですしね、歩くと、うん、そうどういうことが起こるとかっていうとね、二重になる。そう、そういうこと。来る人、行く人ね、はい、道路の反対側にデモ隊が来て、そうなんです、応援できるし、エールの交換ができるんです。そうそう、拍手しながらと手振りながらね、はいはい、やれるんですよ、ね、これを 2.45 キロ延々とできるんです。そうすると、そうすると道が埋まる感じになるんです。この道がもう雰囲気で、我々の雰囲気で満たされるんですか、はい、そういうことですね、ね、はい、賑やかな雰囲気、うん、そうするとどういうことが起こるかというと、ここに銀座中央通りってなんです、はい、ここが百貨店とか外資系のブティックなんかね、うんうんうん、あの一番の賑わいですけど、うんうん、そのスズラン通りとも含めてここに雰囲気が伝わるんですね、うん、並木通りの、まあ、あのちょっとこれだけの数だとね、多分なると思います、ね、おい、なんかやってるよとかね、うん、西銀座通りに、ね、この賑やかだぞというのが伝わって、うんうん、来ます、うん、これがね、あのこの夜、うん、午後から夕方、夜の銀座はね、大変なことに、大変なことじゃないけど、うん、ものすごいにぎやか、いい雰囲気になります。なってくれるといいですね、いや変な言い方じゃなくて大変なことだっていうね、ことをみんなが訴えてるんだっていうね、それもこの人たちは全員メディアがね、まあ、今度はメディアがやるかどうか分からんけど、でも やらなきゃダメですよね、それのためにもね、いいですね、もう素晴らしいコラボになると思いますね。そうですね、はい、それでですね、ちょっと注意事項がありまして、はい、こう戻るとまたガード下をくぐるんですが、うんうんうん、実はこの、まあ、日比谷のガードなんですけどね、うん、この手前のガードなんですけども、うん、線路の下がですね、はい、非常に 2,3 年前にできたのがおしゃれでですね、うんうんうん、おしゃれでね、まあ、素敵なですね、居酒屋通りになってるんですか。昔はね、焼き鳥とかね。そう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 、はい、で、はい、吸い込まれがちですが、そこは夕方だしね。そう、まあ、もうちょっと経ってからってことで、ね、歩いた後でちょうど喉も乾いて。それはビールとね、焼き鳥とかね。もうそれが揃ってますからね。はい、もうものすごい誘惑だと。そこには吸い込まれずに、はい、直進していただくと、はい、これが注意事項ですね、はい、9時過ぎたら、ね、はい、会場行ってから、はい、しましょう。で公会堂があって、はい、ここが日比谷公園の日比谷野音で、はいはい、ここにこの夕刻ですね、はい、こう墓場のような建物が建ってるんですが、はい、白い巨塔ね、はい、これは何だか分かりますか。いや、何でしたっけ。これこれは厚労省。あ、これは厚労省か、うん、なるほど。これはまさに墓場、位置関係が、なるほどね、墓場ですね、はい、これ戻っていただいて、はい、で6時から8時半まで、はい、イベントというかね、またいろんな外国との、外国とのスイスとのやり取りがありますから、はいはい、ぜひみんな参加していただいて、はい、いや、だからさっきね、林さんが言ったね、来る人ね、戻る人のあれでやると二重のね、ちょっと大変だけども、いい二重の効果があるっていうね、いい、もちろんこっちの方はデモ行進じゃないから歩道を歩かなきゃいけないけども、それでも違 う、ね、で前回は周回で、これはこれですごく良かったんですが、うんうん、今回は一本道で往復ですからね、うん、お互いに手を振りながらね、頑張れとか言ってね、ずっとできるっていう、はい、それからもう一つちょっと注意事項なんですが、うん、はい、これはもう社長プロだから、うんうん、当然織り込み済みだと思いますが、ボートとかですね、
まあ、偽旗作戦というか、あの紛れ込んでくる可能性はあります、うん、だから本当に気をつけなきゃいけないね、はい、それはあの冷静に対処してね、はい、あの一番無視するのがいいけども、はい、あの早めに警察官に言うとかね、そうそうそう、あの自分で妙にね突っかかられてね挑発乗ると、はい、かえってその誤解されますから ね、あのパレード行進のね、あの事態をね、はい、疑われますから、はい、そこは本当にね、はい、あの冷静に、あのまあよっぽどひどいこと、とにかく警察にきちっと言うとか ね、そういう態度にして、あんまり過剰に反応しない方がいい、はい、どういうのあってもね、はい、まあ大きなね、あの事例ではご存知のように、トランプの時の、はい、連邦議会突入事件もありましたけども、はいはい、うん、とにかく誘導されないと、うん、で警察に石投げるとかですね、うん、そういうのも出てくるリスクはあるので、逆にそれ偽だったとかね、はい、我々がやったように見せてね、あのいうことをね、あのだから今回の場合一番ね私大事だと思うのは、あの右とか左のあれじゃなくてね、警察に対して反権力じゃないんですよ、そういう戦いじゃないですから、あの警察官と、まあ警察官もきちっとね守るべき仕事をやってもらうわけだから、我々もルールに従ってね、はい、きちっとやれば、あのこれは私からも本当に言いたいけど、いつも言うけど、あの品格保つっていうかね、ああ立派なデモ行進だな、あ綺麗だなと、みんなあのちゃんとニコニコ笑いながらね、それでもきちんとやってるなってやると、敬意をみんな生んでくれるっていうかね、はい、変な人たちじゃないんだっていうね、前回そうでしたからね、そうです、ね、みんな立派でした、はい、だからそれを本当に、ね、特に銀座とかね、はい、今回は少しもうちょっと賑やかな場所になる可能性あるから、はい、あのそういう意味ではね、あのそれはやあのおっしゃる通りですね、はい、みんなでお互いにこれね、あの隊列組んで歩くわけだから、前の人横の人一期一会のつもりで、あの本当にね、あの心配しながら倒れたりなんかしないようにね、協力し合いながら、あんまりで開けたりねなんかしないように、こうお互いにこう協力し合いながらやると ね、あのいい人たちと出会えますよ、はい、みんなね、あの前回警察の方々も、うん、あの非常に協力的 で、うん、そうでしたね、で警官とか自衛官こそ最初に撃たれるわけですよ、そうなんです、で具合悪くなったり亡くなった方々いると思います仲間に、はい、たくさんね、だからあの私はね、警察の現場の方々は我々を応援する気持ちもかなりあったんじゃないかなと思いまして、いや、あの実際ね、あのなんか、まあ、あんまり言えないけど、いや私のところで4人ぐらいいました、社長僕自衛隊なんですって言って、うん、でもちょっと今日はだからっていうふうに ね、そういう人たちもいる、別にあの国民ですから、そうですね、あのデモに参加する権利あるんだけど、だけどそういう意味でね、警察官もあの私前に言われましたよ、あ、まあ、自慢で言うようだけど、結構社長のファン警察官多いんですよとか言って ね、だからそれはちゃんとやることをね、あの今言ったようにあのいわゆるそういうデモ指導とかね、そういうデモ指揮の人たちとかそういう人たちのものに従ってね、あの協力するってことで ね、みんなでやるっていうね、あのいうことですね、本当にそこはうまくやれると、はい、ちょっとざまみろぐらいにね、うん、あの文句のつけのないデモやりたいですよ ね、みんなでね、あの私ね、民度っていう言葉嫌いなんですが、うんうん、でもあえて言うと民度の高い、ね、ああパレードでも、はい、これができるんじゃない、一番大事なんですよ、はいはい、あのそこはね、みんな皆さん自分も見られてると思ってね、意識してやってもらえるとね、はい、すごいと思います。であと対策でですね、ああ WCHJ の、代表の方がおっしゃってましたが、うんうん、例えば石投げるようなのがいたらみんな座れと、うん、座っちゃって動画で撮影しろと、うん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 、いうような号令をかけてるらしくて、それも一つ手かなと、ね、まあね、石を投げるようなやつはいないとは思うけど、でもそういうやついたら本当にね、あのやっぱりね、みんなでやめろそんな恥ずかしいこととかね、うんうん、警察官に本当突き出すっていうね、あの味方じゃないですからこれは、ね、我々を貶めようとする人たちですからね、やっぱりそこのところはね、あのきちっとやるとね、そういうことができない雰囲気になってきますね、はい、はい、ということで事故なきようってことなんですが、はいはい、そうですね、最後もう一つだけ、はい、これ我々を押さえつけようと大きな力が働いてまして、うん、はい、それはそうですね、はい、これですね、あのご存知と思いますが、前日の木曜日、はい、前日の木曜日、この一緒ですね、命を守る、はい、国民の命を守る、命と生活を守る、はい、武道館1万人大会というのは開催されるということですね、はいはい、これの幹部代表は日本製鉄の名誉会長ですね、はい、でその他経団連のトップ、うん、医師会のトップが幹部でですね、はい
まあ、いわゆる財界ですね、はい、それから医師会、はい、その医師会にはワンヘルスの関係で獣医師会等も入ってますしね、はい、うん、で、広告党が杉良太郎さんと、はい、アルペニストの野口健さんということで、はい、記者会見してて、なんと緊急事態条項を推進しようってです。いや、そこなんですよ。だからこれね、ちょっと一応うちの宣伝になっちゃうけど、30日はあの武道館の靖国神社前の通りのとこで あの反対のね、あれをやります。そうですね、はい、感染症の体制を作ろうね。だからこれ本当にあの井上さん言ってたけど、あの緊急事態条項に感染症なんか入れるやつは、ここにはあの聞いた話によれば一つもない、我が国だけなんで、それこそさっきの協力じゃなくて一緒になって一体になってね、先進国になろうとしてるんですよ、悪いことの。あの政府行動計画を推進しようってことです。はい、そうです。合わせ技で会見、憲法緊急事態条項というのを財界と医師会が主導してやるということで、動員ですよこれ、はい、あの社員の動員ですよこれ一番、はい、だからこういうもの負けないように31日はね、それの10倍20倍のね人たちがね、集まる。それともう一つ、これせっかく言ってくれたんで言いますとね、この人たちは憲法改正って言ってるんですよ。それとパンデミックといわゆる緊急事態条項を感染症を入れたね、一体化してね、でっち上げようとしてますけど、私たちが言ってるのはこれは改正ではないですと。日本国憲法どこが変えられましたかと。変えないで9条3項に自衛隊を入れるだけなんですよ。だから憲法改正でも何でもない、これは護憲だっていうね、いうことなんで、それにこれに緊急事態条項とね、うん、パンデミックくっつけるっていうね、恐ろしいこの企みですよ。です、ね、これメンバー一緒ですよ、ね、一緒で資本主義の本部がこれファシズムです、うん、そうです、企業社会主義で、はい、これあの歴史上の定義そのものです、うん、これファシズムです、うん、まあ、三村さん本人が自覚してるかどうかわからないですけど、うん、まあ、自覚してるでしょうね、ファシズムですね、うん、でこの体制に政党が絡んだのが、うん、イタリアのムッソリーニのファシスト党であり、うん、ね、ヒトラーのナチスなんです、はい、ナチスですね、これファシズムなんです、はい、でこれを看過したらそういう道を日本は歩みますし、今もう歩んでますよ、歩んでね、本当にね、で5月31日を意識してます。そうです。だからこの人たちが翌日我々はね来てくれと、31日あ、ね、つまりこんなものを騙されちゃいけないっていうね、あのいうことで、あのいや実際はね、正直言うとこれ危険とかそういう人たちらしいんですけども、あの人が集まらなくて困ってる、うん、でなんと日本医師会とか武見さんとかね、あれを使ってね、うん、動員かけて、動員かけてるんですよね、人が集まらないっつって、ね、こういうようなことをやっぱりね、国にあだなすようなことをねやる人たちに対してはね、やっぱりあの31日のね10倍20倍の人でね、国民の答えをね示してやるっていうね、うん、ことだと思いますね。31日は自発的ですもんね、はい、こっちはほぼ 100% 動員ですよ、ニットも出してるの、有給の動員ですよね、はい、動員です、でね、動員された社員たち、ね、お医者さんたちでも、うん、意味わかんないと思いますよ。わかんないと思います、ね、これ我々に対抗するためにやるだけで、うん、そうなんです、で新聞で大きく報道したいんでしょ、はいはい、だけど動員された人にとってなんで今こんなことやんだと、うん、忙しいね、うん、月末前の平日のね、そうですよ、ま、真っ昼間にね、これウィークデーですからね、はい、ということでそれだけ焦ってると向こうは相当焦ってますということですね、だから、あのじ、まあ、あえて言えばね、妨害したくはないけど、その意義を今ね、林さんも言ってくれたし私も言いましたけど、そこは自覚してねもらいたいし、むしろその時間があったら31日にね、集まってもらいたいと思いますね。そうですね、はい、それで、この国民運動ですね、うんうん、どう発展していくかって、この3番目の話題は、うんうん、かなりまた時間食ってしまったので、うんうん、次そうです、ね、やりたいと思いますが、はい、はいはい、ぜひ皆さん、またいろいろあのこの枠の中でも井上さんとか、そのああいうここの、ね、記者会見出た人たち、そういう人たちがまた出てもらって討論とか、そういう形で31日に向けてのね、あのやりますので、ぜひ、もうあの有給休暇30、31日としっかり取っていただいて、じっくり、それからやっぱり9時ぐらいまでかかりますからね、夜はね、あの遠い方は申し訳ないけど、早めにあの安い宿でも何でもいいですから、そういうところに取っていただいてね、早めにやってください、よろしくお願いします。はい、一言だけですか、はい、どうぞ。5月31日は日本革命に向けての重要な一里塚です、はい、と、林千和が言ってますんで、信用してみんな集まりましょう。
はい、ということで以上です。私はこの今回の講座をお引き受けするにあたって、ちょっと大げさに聞こえるかもしれませんが、これを一つの関氏の務めというふうに捉えておりました。日本は共産中国とグローバリズム勢力に侵食されています。私は例えで出すのは、かつて歴史上のですね、ポーランドですね、大きな抵抗を示しましたけれども、このポーランドって国はなくなってしまうんですね。日本は溶けてしまう、溶解してしまって、この日本という国がなくなってしまうんではないか。しかも私は孫の時代にですね、そういうことが起こるんではないかという非常に危惧しているんですね。この国難に立ち向かうにはですね、目先の今のいろんな動きだけを追っていてもどうにもならないんですね。自民党が議席を増やしても減らしても、立民が議席を増やして減らしてもですね、日本を救うことには全くなりません。日本はですね、少なくともこう200年に遡る貪欲な資本主義ですね、グローバリズムの無限の拡大、資本主義の無限の拡大という大河の中でですね、翻弄されているわけです。日本人はこの資本主義の無限の拡大ですね、グローバリズム勢力の実は知恵をですね、超えなきゃいけない、こういったところに初めて活路が開かれると私は考えています。我々はですね、当たり前ですけども、内外の今の愚かなマスコミですね、愚かなマスコミの思惑を超えなければいけない。我々はですね、古きはマルクスの嘘でたらめ、そして今また拡大しようとしている共産主義の偽りを看破しなければいけないんですね。そして我々はロシアイドやロクラなどの認識を超えなきゃいけないんですね。超えるパワーを身につけなきゃいけないんですね。その時初めて我々の活路は開けると思うんです。この講座はそのことに向けたですね、準備なんですね。私は今回の近代史の講座をそのように位置づけてます。世界の構造を解き明かします。実はいろんなリスクのある話も出てくるんですね。だけども私は臆することなく、そして日本史と世界史のも区別はありません。日本、欧米、ロシア、中国等々ですね、この200年の世界構造を立体的に解き明かしていきたいというふうに考えてます。そして私にとっては今回の講座は最初で最後の大きな機会というふうに、そういう覚悟で臨んでいるんですね。そして皆様にできるだけ深くですね、最大限の認識を皆様と共有していきたいというふうに考えています。まず大東亜戦争の話から始まっています。不祖の歴史に誇りを持ち、で貴重な教訓を学び、失敗でさえ成功の元として、ね、捉えれば、もう打つ手は無限に拡大していくはずです。我らに勝機ありと、そして実は急がば回れなんですね。この近現代史の体系の中でですね、大きく本質をつかんでいく、そしてこれが一巡する頃ですね、今アメリカと戦っているトランプ以上にですね、世界を見つめる、あるいは世界を捉える知恵と勇気を身につけているかもしれません。そう願っている近現代史講座です。どうかよろしくお願いいたします。